せーの、せーで。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、現在が9月28日なんですけれども、ちゃーちゃんじいじことおばあちゃんおじいちゃんから誕生日プレゼントをもらいました。じいじちゃんちゃんありがとう。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。ということでですね、まずですね、私がなんでこの1週間も早く開けるのかと言いますと、まず10月2日家にいないんですよ私。撮影で家にいなくって誕生日会もできないので、もう本当に10月7日とかにやる予定なんですね。でジジとチャチャは別のところに住んでいるので、今ママからママがねもらったらしいんですね。なかなかひまちゃんと会えないから、今日は私が代理にもらってきました。ありがとうございます。では、いいですか？いや、マジドキドキする。では、1つ目。一つ目？はい。ありがとうございます。どうぞ。じゃん。かわいい。これね、ちょっと見えちゃったんだけど、めっちゃかわいい。じゃあ、開けまーす。ありがとう。おー。じゃあ、ちょっと、読みますね。ひまちゃんへ、14歳、お誕生日、おめでとう。これかも。リージーですね、これは絶対。これかも大変ですが、勉強と YouTube といろいろなことにも頑張んで常に慎重に行動しください。いつもチャーちゃんとジージーに優しく大事にしてくれてありがとう。ジージー、ちょっと見せちゃっていいかな。次、チャーちゃん、ひまちゃん、14歳のお誕生日おめでとう。勉強にひまひまチャンネルと、毎日本当にお疲れ様でーす。あ、チャーちゃん、こんな感じでーす。最初言うのね、さん、はい。ひまちゃん、お誕生日おめでとう。これ手紙を書きました。2人で手紙を書きましたので、久しぶりなんですけども見てください。はい、プレゼントもあるからね。プレゼントもあるからね。またはい、ありがとうございます。いつも優しくしてくれてありがとう。次いきます。本番、せーの、じゃん。何これ。ひまちゃん、じじより、じゃーん。どう、将来の暇を書いてくれたのかな。ありがとうございます。なんかオレンジも使ってくれてるんだね。はい、それではありがとう。はい、今回は、はい、どうぞ。お金？お金？ありがとう。お金？ねえ、何買おうか迷うんだけど。はい、ひまちゃんへ、あっとぅより、ありがとう。うおー、はい、こんな感じ。あっとぅからもらいました。ありがとう。ママの弟です。ありがとう。え、待って、迷うんだけど、マジで何買うか。あれ買えるじゃん。何、部屋の。何、迷う、本当に。では後半部分でちょっと買ったものを紹介しますね。ではどうぞ。ということでですね、こちらに来ました。はい、そしてこの中から選んでいきたいと思います。いいんですかね、この辺で。うん、どれを選ぼうかなと思って。そうね、はい、はい、じゃあちょっと選んでいきたいと思います。はい、すいません、お待ちください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、買いましたよ。でかっ。え、意外とモテる。あ、モテる。あ、はいはい、じゃあそんな感じで行きましょうか。はい、楽しみにしててね。すごい、ここ、ね、すごい、うん、はい、はい、今から食べます。こちら、いただきます。お誕生日会です。用意してくれました、ありがとうございます。ということで、本日お誕生日会です。これは一応本ちゃんってことなのかな。はい、本ちゃん、はい、はい、そしてあってもいますんでね。はい、はい、いますんで、はい、10月9日です、今日は。はい、なので、もう7日遅れですが、お誕生日会します。ありがとうございます。はい、いただきます。おめでとう。おめでとうございます。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアひまりちゃん。感じでーす。はい、
やばーい、すごい、すごいよ、やばくない、あの、どこだい、こぼすよ、レモンティー、すごいですね、レモンティー美味しい、どう食べてみて、いいよ、食レポね、うん、あ、食レポしてみて、いちごしか食べてない、生クリーム付きいちご、素晴らしい、美味しい素晴らしい、美味しい、うん、それしかもう言うことはない、じゃあ、こちらいただきます、はい、はい、お願いします、生クリームとイチゴのバランスがちょうどよくて素晴らしい、美味しいです、運べないって、宅急便運べないって、うん、何さっき、え、なんだあれは、でかっ、なにこれ、でかっ、なにねえ、なにこれは、うわ、これ何？誕生日プレゼント。ああすごい。ありがとう。お兄ちゃん入ってないでしょ。お兄ちゃんじゃないでしょ。お兄ちゃんもしかして？お兄ちゃんそんな軽くない。サンプレサンプレ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。何ですかねじゃあ。お腹いっぱい。どうしたのこれ。ケーキ2人分も食べ過ぎた。じゃあ開きますね。はい。なん、めっちゃ大きい。でけえこれ。なんなん。すごい。お兄ちゃん。何が。あれ入っちゃった。でっかー。引っ張ろうか。引っ張ろうか。うん、せーの。じゃん。これは何ですか。これは。何それ。すごい。ヨギ棒です。めっちゃ欲しかったヨギ棒じゃないですか。ヨギ棒じゃないですか。はい。できないでよ。切ってもらった方がいいよ、そう、でもこう切るだけだよ、うわー、じゃあ開けてください、じゃんじゃんじゃん、じゃーん、おー、え、何なの、座布団、違う、こんな分厚い座布団はないけど、これは人をダメにするソファーです、あ、で、今じゃこれ、こうやって、うん、この中で斜めに、こうやってやってここに座ると、うん、すっごい座椅子みたいな、うん、背もたれが、うわぁ、いいですね、うん、あーいいじゃん、いいじゃん、ありがとうございます、ねー、よかったね、ありがとう、ちゃんちゃんのじいじからもらった、はい、あとあっというからもらったお金を組み合わせてヨギ棒が欲しかったのでママとパパにそのお金でヨギ棒の中からさらに選んでもらいました、はい、そんな感じで、はい、かわいい、色もめっちゃかわいいね、よかったね、他に色何色があったの、あとね、なんかエメラルドグリーンみたいなのあったんだけど、これがいい、部屋に馴染むかね、そう、ここいいね、で、あの普段はベッドの上に置いて、まあ、ちょっと邪魔な時とかはベッドの上にも置けるのでいいなって思ってこれにしました、帰ってきました、はい、ということで今ヨギ棒も持って帰ってきました、ヨギ棒か、ヨギ棒も持って帰ってきました、ヨギ棒とヨギ棒どっちだろう、ぜひコメントで教えてください、ヨギ棒じゃん、ヨギ棒だとなんかさ棒みたいじゃん、棒だよ、だってえ、ヨギ棒ってさヨギ棒だから棒なんだよ知ってた、感じじゃないよ、だっていやいや、おしゃれにシャレオツにしてんだよということですね、ほんとにやめて、マジでガチで、ガチでやめて、ごめんなさい、はい、というかね、ほんとにほんとにごめんなさい、絶対勝った、今回は、もうすごく前にオープニングは撮ったんですけど、今日、チャーちゃんとジージーとアッツーとパパとママからこのヨギ棒をもらったっていう回でした、もうずっと欲しかったのですっごく嬉しいです、で、置いてみたところ結構大きくって、ですごい嬉しいんですけど、この私のね、あの置いてみるとですね、私の部屋のこの面積がほぼないというですね、こういう状態になっておるんですね、今でかっまあでも色はこれで良かった、あのすごい馴染んでる、迷ったんですよ、色水色というかなんかあのグリーンとね、こうするとキリツもするじゃん、キリツ、はい、ということで今回は、こんな感じで終わりたいと思います、この座り方も最高、いろんな座り方ができるから日々実験を重ねていきたいと思います、では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに、バイバーイ、すごい気持ちいい、あ、これ一番いい、素晴らしい、美味しいです、この間前夜祭で家で食べたらどっち美味しい、ケーキ、え、どっちも美味しい、おー、覚えてないね、覚えてないんでしょえ、なんで知ってんのやめてよ